先ほどシンプルグリーンを使った、動画を流しましたけど、2分後ですね。僕はもうシンプルグリーンの信者になりました。トリコ。虜ですね。これですね、日本に僕は広めないと僕はもう、一生後悔していきます。じゃあもう半分かけてみましょうか。ちょっと待ってください。これが今の状態ですわね。かるんですかね。これ今、新聞紙の上にあるのが、キッチン、八つ旅はクッキングでいろいろね、今年1年間、そうですね。ついた油汚れが、ここにこうべったりと、ついてます。もっと汚してくれたんですね。もう汚い方、どっちかといえばこっちですね。これ、やらせとかじゃなくて、本当の油汚れです。を今、こう、シンプルグリーンの力実はで。まあよくある実験で、半分こうやってやるんですよね。やつだけどおこすすめっの。から半分は、何もかけてないです。まあ、なんか、けど、ちょっと、なんちょっとか、さっき第私に、前半ちょっとやらせ臭そうかっですた。ね、日本酒でもかけておきましょうか。いや、ダメですね。もったいない。はい、もったいない、もったいない。ちょっと待ちましょう。やっぱり洗剤の効力が上がる。やっぱりバクテリアがこれ、食べてるらしいんですよ、油を。もう見る目じゃもう違いますもん、これ。この白さ。もうさ、見てくださいよ。さっきのマダソラシとか、僕さっきバカにされたのちょっとショックでしたもん。違うんですよ。もう落ちてますからね、油が。おやつ食べやクッキングの他にこれからちょっとね、さっき話題に出たんですけど、ちょっとやつ食べやクリーニングっていう洗剤と、このシンプルグリーンの良さを今後広めていこうっていう。いや、正直ですね、僕、多分、一人暮らしの男性にしては、潔癖症ではないです。洗剤好きです。もうちょっ本と当変にわったことに。今年何本買いましたかっていうぐらい。そうですね。いろいろかき集めてますからね。で、今年2014年のとうとう冬に出会ってしまったと。出会ってしまいましたね。最強の洗これ剤ってすやつ。ごいんじゃないですか。もしかしたら僕の、壁の汚れをね。そこ言ったら壁汚れも今度次回、ちょっと挑んでみないちょっとこれはなね、のかなっ期て。待してますね。僕も一時期ハマったのはあったんですけど、あえて何と会社と比較してるか言えないんですけど、何とかくんみたいな。激落ちくん？ いや、なんで言っちゃうんいや、僕わかりますもんね。洗剤、くんって言ったらもう激でも落あれちくんも、まあすごいっすよ。です。水落ちくん。水落ちくんだ。みぞおちくん？ でも、じゃあちょっやっちゃいますよ、とこれ。待って。皆さん、感動のこの、ね、一吹きを。はい、見てください。 CM じゃないですよ、これ。本当に通販じゃないですかね。ほら、やっぱり、力いります？いや、そんなにいらないですよ。本当に軽い。わざとらしいね。やっぱり、すごく厚みが残ってるとか残っちゃいますね。実際に。いや、これもうリアルですからね。僕らはリアル動画をのっけ。では、こっちの何もやってないところを、こっちの目で拭いちゃってもいいのかな？あと、これじゃないですね。何もついてないですね。いや、だから即効性が高いってことをこれ証明できるんじゃないですかね、かえって。これすごいですよ。この油の汚れ。そうですね。いや、もう綺麗な方で拭いたらもっと真っさらになるんじゃないですか、これ。これ気持ちいいじゃないですか、見てても。なんか見てて、これ気持ちいいなーっていう映像の一つなんじゃないですかね。ところどころ残ってますよ、これ。やっぱり。残ってますけど、これが本物っぽいね。絶対落とせる自信ありますもん。いや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 。こんな日に会えるとは、ほんと思ってませんでしたよ。12月19日、ほんと、シンプルグリーンに会えたら。18日ですね。18日ですか、今日まだ。そうですね。やつ食べはクリーニング。いやー、始まりましたね。ちょっと、効果の、ちょっとこの残ったやつに対して、ちょっと。やってください。もう絶対落ちますから、もう。間違いなく落ちますよ。でも、お父さん、めちゃくちゃかかってますよ。けど、大丈夫なんですよ。環境に。大丈夫です。優しい。飲んでも大丈夫って言われるぐらいですかね。いいですね。いやいやいや、これ。今度、やつたびらさんの、なんか誕生日、これですね。これセットで用意いや、王さんもね、僕の、誕生日かわかんないですけど、いっぱい洗剤くれましたね。これすごいですよ。いやいやいや、これ、どうします？これ、まだ続けますか？いやいや、もうまもなく、これ拭き取ったら、この動画も。いや、もう即効性ありますからね。うん、多分拭いてももう、
これやったらもうほんともう新品になるんじゃないですかこれ。いやもう予想した通りですよ、本当に新品になるんですよ。どこですかこの、あちょっと残ってますけど、まあ、冷静な僕から言わせてもらうと、はい、ちょっとあ匂いですね、まあ、匂いはありますね、やっぱり能力はありますね、うん、能力はあるとは思うんですけど、ちょっと匂いが気になる方はきついかもしれないですね。ああ、うん、あの車酔いする感じの匂いがします。ああ、ありますけど僕はもうこれ感動ですよ。これ見てくださいよ。すごい戦いましたね前。ああ。なるほどね。どうですか？手の感じどうですか？全然もうなんかぬめり感があんまりないですね。油持ってかれてこれちょっと皮膚に悪いなって思う。ないっすね。出ました。これ皆さんの救世主になることは間違いないですね。年末の大掃除なんかにぜひ。いや。これ本当は薄めて使うこともできるんですね。そうですよ。本当は本来薄めて使うみたいですけどね。いやこれ以上僕シームしても何も来ないんで。得は何もないですから。いや皆さん使ってみてください。都内で売ってるところはオリンピックとかあとジョイフルで売ってるらしいですよ。うん、まあ、1000円ぐらいすると思うんですけどね。生えますね、白いこの白い最近褒めますからね、やっぱりさんは正面、うん、まあでも本当にいいものしか褒めないですもんね。そうですね、辛口ですよね。辛口ですかね、はい、うん、じゃあ今回はやつたべやクリーニング第1回目かな、1回ですね、の、はい、まあ、後半のね、うん、このどれだけシンプルグリーンが強いかっていうことを紹介させていただきました、うん、もしよかったらあなたのそばにきっと売ってると思いますんで、うん、ぜひともシンプルグリーンぜひよろしくお願いします。うい